ね、ついに出てきましたねねろんなところで,、ねでえー、一応こちらも見ておきましょうバイデン大統領29日からポーランド訪問ウクライナ難民で対応協議へというふうなことが言われていましてポーランドに向かうらしいんですがあバイデンさんはこのようなことをみたいですね今日は春休みえ某丸老人 バイデンは記者の質問を無視しロシアのウクライナ侵略が激化する中またしても週末休暇を取るためデラウェアに出発記者からは罵声というふうなことが言われていますこんな時にしっかり休んでいらっしゃるんですねいやいや休むことも大事なんですがもちろん大事なんですが今ちょっと大変な時期なんですが、ね、でこちらこれがちょっとわ噂になったんですがバイデン氏が有権者の老婦 脳符、老脳符を侮辱する。ハンターのウクライナ疑惑を問い詰められ、苦し紛れに、俺の息子は悪くない。お前は大嘘つきだ。この太っちょ。みたいな感じで、2019年ですかね、これね。うん、2019年の動画という風に言われていますね。はい。ハンター・バイデンさんは、ウクライナって何をしていたのかという有権者の質問に、ジョー・バイデンは動脈瘤を発症したと。これは、なんか、そういう風な言い方はされているのかもしれませんが、あえてね。 で、まあ、この中でですね、えー、ここですね。今朝、アイオワ州ニューハンプトンで行われたバイデンのイベントで、ある有権者が、まず、バイデンには2つの問題があると言った。彼は年を取り過ぎていることと、彼の息子がウクライナで働いていることだというふうに言われています。2019年の動画ですね。で、えー、見ておきましょうか、一応。ゴーマン氏。私は引退した農民で共産、共和党員ではありません。そうですか。あなたには2つの問題があります。 一つは私と同じ年頃だ。追いすぎだ。私は83歳で30歳の頃の精神力はない。もう一つ答えてほしいのは、トランプさんがウクライナにちょっかいを出して、対外援助金を握らせてお前を調査すると言ってるのはみんな知っていることだ。そのくだりは全部知ってる。そして彼はバックボーンがない。我々はそれを知っている。しかしあなたは一方で、自分の息子をあそこに送り込み、就職させ、ガスの経験も何もないガス会社で働かせた。 バイデンさん、口を挟む。お前は嘘つきだ。そんなことはない。誰もそんなこと言ってないし、誰もそんなことを言ってない。ゴーマンさん、テレビで見たんだが、テレビで見ているんですね。ええ、そうであろうともそこで、だから私は座りっぱなしではないんです。私は立ち上がって、いいか私が出馬するのは長い間生きてきて、普通の人よりも多くのことを知っていて、物事を成し遂げられるからです。だから出馬するんです。俺の体型をチェックしたいならここで一緒に腕立て不正をしようぜ。走ろうぜ。やりたいことを何でもやろうぜ。IQ テストをしよう。いいね。 一つ目の質問の答えだ。二つ目の答え。誰も息子が悪いことをしたとは言ってないし、私はどんな時も誰も言ってません。一度も。ゴーマンさん。私はあなたが何か悪いことをしているとは言ってませんよ。バイデンさん。あなたは私が息子を石油会社で働かせるように仕向けたと言いましたね。そう言ったのではありませんか。言葉は整理してくれ。ゴーマンさん。それは私が MSNBC で聞いたことだ。バイデンさん。MSNBC ではそんなこと言って聞いてないぞ。 ゴーマンさんそんなことは。あなたはそれを全く聞いていない。あなたが聞いたのはいいですか私はあなたと議論するつもりはありませんよ。ゴーマーさん。まあ私もそうしたいわけではないのですが。バイデンさん。そうですかでも見てください。太った人見てください。ゴーマーさん。会場どよめき。あなたはトランプほど気骨がないように見えますね。会場ブーイング。バイデンさん。 調子に向かって他に質問はありますかゴーマーさん。ああ、わかった。私はお前に投票しない。バイデンさん。まあ、あなたがそうでないことは知っていたよ。君が立ち上がって私に投票すると私が思っていたと思うかい私は君に投票するには年を取り過ぎている。っていうふうな。まあ、これちょっと変な、あ一部違った役もあったかもしれませんが、まあ、大体こういうやり取りがあったというふうなことですよね。で、この件について。 ここちら西村光さんがこのようにおっっしゃってます集会でハンター・バイデンのウクライナの事業のことを参加者が聞くとバイデンさんは畜生この嘘つきと有権者に言った今米国でツイッターでバイデン犯罪者家族という言葉がトレンド入りだがニューヨーク・タイムズが書いたからでは情けない2年前に NYP が書きトランプが問題視したのは NYT は嘘と 報道しない自由を行使してバイデンさんを大統領に当選させる不正に加担していたからだ今さら何よのニューヨーク・タイムズ藁というふうに言われていますね、うん、これで先ほどの紹介させていただいた動画をこちらで紹介されているみたいですがねえでもう一つ見ておきましょうバイデン犯罪者一家という言葉が米国でトレンドリーしているのがまさにこれが2020年大統領選挙の基本的な構造である。 であり2022年のロシアのウクライナ侵略の大きな要因になりました人のために追及するとだからといってプーチンが犯している戦争犯罪が何ら肯定されるものではないというふうに言われていますねいやー本当にこのもちろんそうなんですがプーチンさんが犯している犯罪何ら肯定されるものではない上でこのバイデンさんがやってしまったことやっていることっていうのが大きな要因になっているということは我々は でこのご覧くださっている方はチェックして一緒にチェックしておきたいなと押さえておきたいなというふうに思いますねでこちらあまだ続きますねプーチンを戦争犯罪人とバイデンは非難したそれは当然だだがバイデンもプーチンと増税であることを多くの人は知っていることをバイデンは知らないバイデンが一番削除したい動画の一つ彼が削除したい動画が多すぎる詳細は今後の動画で説明します点点点というふうにこちらで紹介されてますねいやー本当に 消したいことが多すぎるんでしょうね,きねでこちら「補足説明2018年収録」「バイデンの息子ハンター・バイデンの巨額の汚職不正資金の流れを操作していたウクライナの検事総長を当時副大統領だったバイデンが解任するようにウクライナのヤヌコビッチ首相に圧力をかけたいやいや矢の,矢のつく方々と同じだがその自慢話をしている姿だ」というふうに言われていますね。 いやあ、先ほどの件を引用しておっしゃってますね。いやもう本当にバイデン大統領っていう大統領がすごすぎですね。で、こちら、共同通信、いろんな数字が今日は出てきましたよね。 共同通信世論調査、四国による台湾や沖縄県尖閣諸島への武力行使が誘発されていることを懸念するは75.2%ネットの反応、むしろこの状況で台湾尖閣に無警戒でいられるってどんな脳みそなんだというふうに言われていますね共同通信でもこのような結果になったというようなことですねで、ちょっと他にもあるので見ていきましょう こちら毎日新聞世論調査ウクライナ侵攻めぐり日本の安全保障不安87%核共有議論すべき57%ネットの反応毎日新聞がこんな数字出してくるとはな残りの13%はどれだけお花畑なんだよ球場信者が10%もいるのか共有より独自保有に動くべきというふうなことも言われていますねいやー毎日新聞でさやこのような記事が数字が出てきたと。 いうことはとってつもない変化ですよね、国民意識の。で、こちら、各共有、議論必要5割、ANN、世論調査、米国のあれを日本国内に受け入れて、共同で運用するあれ共有、カー共有ですね、カー共有について、議論する必要があるという人は5割を超え、必要はないという人は37%、必要がある人は53%で、必要ないは37%だというふうな結果になっております。 本当世論調査がガラッと変わりましたね。で産経新聞がこちら。露国,うう国の有国侵攻が四国の武力による台湾や尖閣諸島の危機につながる可能性について尋ねたところ非常に懸念しているとある程度懸念しているの回答が計84.2%に上った岸田文雄首相の支持率は65.8%で前回調査 比3.2ポイント増、不支持率は前回比2.1ポイント、減の27.9%だったというふうに言われています。あれ共有、あ、米国のあれ、あれの、なんて言ったんですか、これ、これですね。これを日本に置き、使用の意思決定にも関与するあれ共有については、共有はすべきではないが、議論はすべきだとの回答、回答が62.8%で、共有に向けた議論すべきだは20.8%。 あ、失礼しました。20.3%だった。遊国振興への岸田首相の対応は評価する。57.6%が評価しない。あ、57.6%が評価しない。29.0%を上回った。対露経済制裁は58.8%がある程度効果がある。6.1%が非常に効果があると答えたというふうに言われています。こちらは保守の産経、保守系の産経新聞と言われていますが、こちらの中ではこのような8割もの懸念に上ったと。 すすごいことになってますよねそしてこちらメイさんのツイートなんですが日本の対路制裁のスピード感にフランス米国シンクタンクが日本政府がここまでやるとは思わなかったと驚き2022年3月21日体重政策がもう期待できるのではないかとフランスシンクタンク戦略経営 旧財団のアジア専門家は指摘し、アメリカ進歩センターは完全に驚くべき時代だと評価していますというふうに言われていまして、海外からこのように評価されているってちょっと驚きましたね。ちょっと怪しいというふうに思われていたと思うんですが、なんか、で国とはまた違うような気はするんですが、ここでは期待されているというふうに書かれていますね。大丈夫ですかね。で、こちら、ピスタローさんのついてです。日印首脳会談。 韓国と伝統的に友好関係にあるインドを日本や米国などとの協調路線につなぎ止める狙い安倍総理時代にはされなかった政府は戦略的にこう動いているという解説がなぜか自然にされるようになったマスコミの岸田首相好き岸田政権好きを改めて感じたわというふうに書かれていますねはいこの動きがどう出るのかっていうのがちょっとかなり気になるところですね でえー、岸田首相関連で渡辺デーサさんがいろんな鋭い指摘をされているんですがこちら見ておきましょうこれでサハリンなどガスの供給が不安定化するサポートと補修部品がなくなれば動かせないというふうに言われていましてどういう記事かと言いますと米国石油ガス採掘大手が露国事業停止新規開発に影響もと北海道新聞の記事を紹介されています。またこちら ドイツよりひどいのが広島ガスというふうに言われていましてこちら広島ガスの現状調達の現状なんですが六国からかなり取っているということですごい大変なことになっちゃいますよね六国からのあれが止まると岸田首相の地元がやばくなると大変なことになるということですねでこちら 岸田総理、広島を愛しているなら、全国で広島ガスだけが、ロコからのガスが止まると、半分しか供給できなくなります。全国のガス会社の皆様を助けてくださいと、記者会見で助けを求めたらいいのだと思うというふうに言われていますね。前の渡辺哲也賞でもいろいろ教えてくださってましたよね。で、こちら、私は以前から一貫して、ロコは信用できないことが信用できる国と言ってきたというふうに言われていますね。うーんなんか 他の投稿でもおっしゃってたんですが、まあ、いろんなこういうことがあって、6国は信用できないんですよ、みたいなことをおっしゃってたんですが、皆さんはどうでしょうか皆さんのぜひ、えー、信用できるか、まあ、もちろん信用できないという方多いかと思うんですがあ、ぜひコメント欄で皆様のご意見など教えていただけましたら幸いでございます。で、こちら。ゼレンスキー氏日本の国会演説で 安倍プーチンの蜜月を批判かとこれすごい記事出てきてましたねニュースポストセブンさんの記事です6コから侵攻を受けているウクライナのゼレンスキー大統領が3月23日に日本の国会でのオンライン演説する方針が固まったゼレンスキー氏はこれまでに米国や英国ドイツカナダの議会でもオンラインなどで スピーチを披露しその圧倒的な発信力でそれぞれの国の議員そして国民の心を動かしてきているそして今回日本の国会に向けた演説でも爆弾発言が飛び出すのではないかと注目のもととなっているゼレンスキー氏はロシアの侵攻を受けて誘国への支援などを呼びかけるため各国の議会にオンラインでの演説を打診してきた3月16日にはアメリカ連邦議会でスピーチしその内容が大きな支持を集めるとと,ともに物議を醸した自民党関係者が言う ウクライナの窮状を訴え、米国からの支援を求める見事な演説でした。途中にマーチン・ルーサー・キング・ジュニアのアイファー・ドリームを引く下りを入れるなど、米国人の金銭に触れるような工夫が随所にあった。いきなり進行を受けた。 呂国の置かれた状況を説明するために、1941年12月7日の日本軍による真珠湾攻撃を引き合いに出し、パールハーバーを思い出してくださいと語りかけました。もちろん日本人の目線から見れば、軍事施設を標的にしていた真珠湾攻撃よりも、人類の歴史上で唯一、広島と長崎で民間人に向けてアレを使用した当時の米国の方が、今、アレで攻撃をし、 示唆しているロ国のプーチン大統領と重なってくるように思えるのが当然。だしい米国でのスピーチで真珠湾攻撃に言及する効果を抜群で喝采を集めました。ゼレンスキー大統領の言葉の力は卓越している。3月17日に ドイツ連邦議会でビデオを演説した際にはドイツからの支援に感謝の意を示すとともに近年のドイツとコ国の関係を批判することを忘れなかったドイツとコ国と結ぶ天然ガスパイプラインノルドストリーム2などについて結果としてプーチン政権が戦費を稼ぐ手段となったことをきちんと批判しましたその上でかつて、えー、東西冷戦の象徴だったベルリンの壁を打ち壊したドイツに向けて欧州に再び自由と不自由を 隔てる壁ができていると訴えかけ、それを打ち破るための支援を要請した。各国に対してアレンジを変える。相当れ、えー、練り込まれた演説だ。大手紙政治記者というふうに言われています。そうなると注目されるのは、日本の国会に向けた演説がどのような内容になるかだ。ベテラン政治ジャーナリストはこう言うというふうに言われていまして、こちら。 ドイツでの演説で、羅国との経済的関係を深めようとしてきた経緯が批判されたことを考えると、ゼレンスキー大統領が近年の日露関係を厳しく批判する言葉を口にする可能性は十分にあるでしょう。とりわけ批判の対象となりそうなのが安倍晋三元首相です。北方領土返還のためだとして、羅国のプーチン政権に融和的な姿勢を取り続け、在任中に11回目の放浪を繰り返し、プーチン氏とは27回も,も会談を重ねてきた。 2014年には、露国で開かれたソチ五輪では、開会式に安倍氏が出席し、プーチン氏との首脳会談で笑顔を振りまいた。その直後にプーチン氏はクリミアの武力併合に踏み切り、本来なら安倍氏にとって赤っ端なはずですが、その後も経済支援のプラン策定などに傾投してきた。領土を取り戻すためだったのでしょうが、結果としてプーチン政権に今回の戦費を稼がせたという意味では、やはりゼレンスキーから、ゼレンスキー氏から、 批判の矛先を向けられるる可能性があるでしょうもちろんゼレンスキー氏は日本を批判するだけでなく唯一の被爆国である日本が核のボタンを押しかねないプーチン氏を止めるために最大限努力する必要があるということといったことにも言及するのではないか岸田首相が広島戦手ということも当然意識されるはずゼレンスキー氏は日本に向けてどのような演説をするのかそして日本政府はどう対応することになるのかというふうに紹介されていますねいやーここで安倍総理のこと批判しますかね うーんでも、こ、この方のあ考察っていうのは、こういう見方もあるんだ、みたいな感じで、ちょっと、興味深くは拝見しましたが、ここで安倍首相のこと、ね、元首相のこと批判するかなって思いましたね。なんかうー、どう思われますか、皆さんは。そんなことあると思いますか <laughs> ぜひ皆様のご意見などを教えていただけたらと思います。コメント欄でお待ちしております。で、こちら、鳩山幸雄さんもまたこのようにおっしゃってますね。安倍元総理は、 二十数回プーチンと会談して信頼関係を築いたと述べてましたね。述べてましたね。こういう時こそ友愛精神を発揮すべきです。友国に軍事的な装備品を提供するよりもプーチンさんにウクライナから手を引けと訴え返す刀でゼレンスキーに NATO 加盟を諦めさせる平和外交を行うべきですというふうにおっしゃってますね。いやーすごいですね。はい。ここでも安倍が押されてらっしゃると。 ううそう考えたら、この記事書いた方はどういう政治記者さんなんですかね政治評論家さんなんですかねで、こちら。